ミランダ殿、ウェズエット兵の数が随分と減ったように見えます。ああ、そうだな。では、そろそろ頃合いか。おお、ついにですか。正直、城の裏手の陽動作戦なんかやりたくなかったんですよ。グラセラ様やミランダ様、それにバジム様は命を懸けて戦っておいでです。それなのに自分はこんなところで。だから堂々と城の正面から攻めたいと思っていました。でも見方が変わった。はい、俺たちの出番はここからだってそれが分かったんです。この作戦きっと成功しますよ。ああ、そうだな。では城門へ回ってグラセラ殿たちと合流しよう。命を落とす覚悟はできていますか？この私が直々に可愛がってくれるなよ。真剣勝負だよ。あ、遠慮はしない。刻む。私の本気見せてあげる。痛いのか？畳みかける。お行きなさい。痛いのか？覚悟なさい。仕上げだ。魔力よ、立ち上がるのだ。道よ、容赦しません。我らの勝利です。
所詮はこの程度か。くだらぬ。グラセラは捕らえよ。他の者は殺して構わん。どうしよう、グラセラ様。このままじゃ。甘く見てくれるなら大歓迎ね。援軍が来るということよ。一体誰が。待たせたね。あんたたちは。僕はカディア、グラセラ様の妹だよ。で、それは本当なのか。父親は違うけどね。なるほど、種違いということか。うん、そういうこと。よろしくお願いしますね。そして私はメリルーク。元はウェズエットの軍隊にいたけど嫌になって辞めちゃったのよね。路頭に迷ってた時にグラセラ様に救われてここまで鍛え上げられたの。グラセラ様、なぜこの御人たちが。私の施設部隊、息吹だ。施設部隊。そうそう、秘密兵器ってこと。グラセラ様、水臭いじゃないの。こんな手を隠してたなんて。おっと、私のことも忘れてない。あ、ミランダ殿、ご無事でありましたか。あなたのおかげで我らはここまで来られた。心から感謝している。でも本当の戦いはここからだよ。降伏はしないということですか。サージェス、この戦によって多くの者が血を流し無駄に命を落としていくでしょう。そうならないためにも。民を虫けらのように扱う独裁者に従うつもりなどない。クーリを討ち取り、このウェゼットを支配してきた長い長い冬を終わらせる。では戦うしかありませんね。どちらが正しいのかここで証明する。ミングのためにも。命を落とす覚悟はできていますか。この私が直々に可愛がってやろう。お行きなさい。もらうぞ道よ。早く立ち上がるのだ。覚悟なさい。我らの勝利です。
you